どうもこんにちは、みーたんぐです。今回は怒りのモチーフを編んでみたいと思います。夏に向けて、カバンとかいろんなものにペタッとくっつけるととっても可愛くなるんじゃないかなと思います。今回はベーシックコットンという糸とかぎ針は5号針を使用して編んでいきたいと思います。ベーシックコットン の薄いブルーの糸を使用したいと思います。まずは作り目、そして鎖編みを8回します。チェーン8、1、2、3、4、5、6、7、8回しました。そしたら一番最初の目にかぎ針を入れてつなぎます。糸は向こう側に持っていきます。そして糸を引き抜く。よいしょ、こんな感じです。そして鎖編み1回で立ち上がります。チェーン1、はい、そしてこの輪の中に16回細編みを編みます。16 single crochet。 よいしょ、1、2、3、4、5。寄せて、そろそろ途中でこの糸を編みくるみます。1、2、3、4、5、次6回目、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。ここですね、立ち上がりの鎖編みがあって、ここ分かんない場合はここから数えます。16目になります。ここから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、ここですね。ここで引き抜きます。スリップステッチ、はい、そうしたらここから鎖編みを5回します。チェーン5、1、2、3、4、5、はい、5回したらひっくり返してこういう風になっているんですが、表は裏側の裏山、1、2個目、かぎ針から数えて2個目の山に、裏山に引き抜き編みをします。1、2、そして次の目、Next stitch。 そしてここから鎖編みを14回します。 Chain 14、1、2、3、
4、5をちょっときつめにいきます。6、7、8、9、10、11、12、13、14目編めました。そしたらもう一度同じようにひっくり返した裏山の2目めに引き抜きます。1、2スリップスティッチ。そしたらその次の目、この隣の目に中長編みを編みます。 1 half double crochet into the next stitch。 かぎ針に1回糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れます。そしてもう1回糸を引き出して、この3本をいっぺんに引き抜きます。中長編みです。そして鎖編みを3回します。チェーン3、1、2、3。そして1、2、3目目、3目目に今度は3目目に引き抜き編みをします。1、2、3、ここですね。スリップスティッチ。そうしたら戻った同じ目、ここ same stitch、 中長編みを1回入れます。 1 half double crochet。そして鎖編みを2回、チェーン2、1、2。そしてこの1、2番目に引き抜きます。1、2スリップスティッチ。よいしょ。そしてさらにさっき中長編みを入れたこの目に引き抜きます。スリップスティッチ。こんな感じに三角形ができました。はい、そしたらこの鎖編みに戻ります。ここの鎖編みをまず次の目に引き抜き編み、ここから5目引き抜き編みをします。スリップスティッチ into the next 5 stitches。ここですね。こんな感じになってる。ここの裏山なので入れにくかったらまずこっち側、手前側だけに入れて、向こう側にも通します。こんな感じで裏山に入れます。そして緩めに引き抜き編み、次の目も、次は2ですね、2目目。よいしょ。次は3。3、次は4。次が5。はい、できました。そしたら次の目には細編みを2回編みます。2 single crochet into the next stitch。 1、こんな感じになっていますね。はい、続いてここから鎖編みを8回します。チェーン8、1、緩めに行きます。2、3、4、
5、6、7、8、はい、そしたらここも、反対側のこの三角の部分を同じように作っていきます。まずかぎ針から数えて2目目、1、2、ここに引き抜きます。スリップステッチ、おっと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 、そしたら次の目に中長編みを1回。 Next stitch 1 half of crochet、 そして鎖編みを3回。 Chain 3、 そしてかぎ針から 1、2、3、 3目目に引き抜き、 Slip stitch、そしたらさっき中長編みを入れたここの同じ目に中長編みを1回。 1 half double crochet the same stitch、 そして鎖編みを2回。 chain 2で2目目に引き抜きます。1、2、そしてこの元のさっきと同じ目に引き抜きます。スリップステッチ、はいはい、そしたら次の目から引き抜き編みをしていきます。スリップステッチ into the next stitch、 よいしょ、見えない、はい、こんな感じ。ちょっときつめにいきます。1、2、次の目2、3、4、5で、今こんな感じになっていて、ここが細編み2回で編んだところですね。で、細編みが2個入ったところ2 single crochet、 ここに引き抜きます。スリップステッチ、そうしたら今度はこっちに戻っていきます。こっち輪の最初の丸のある方に戻っていきます。また引き抜き編みで戻っていきます。スリップステッチ、よいしょ、1、2、3、4、5、はい、5まで来ました。そしたらここで、鎖編みを3回します。 Chain 3、1、2、3、そしてひっくり返した裏側のかぎ針から1、2、2目目に引き抜きます。 Slip stitch、 そして次の目、次の目にも引き抜きます。Next stitch, slip stitch、はい、そしてそしてどこに次引き抜くかというと、見えるかな、
ここの面に引き抜きますので、ここですね。スリップスティッチ。1、次、ネクスティッチ。次は分かりにくいけど、ここです。この鎖の裏側。はい。よいしょ。できた。そして糸をカットします。じゃん。ニューハサミで。100均ですが、ニューハサミです。で、糸をくるくるくるっと取ります。はい、とじ針で閉じていきましょう。根元に戻ります。ここです。よいしょ。で、糸処理しましょう。で、カットします。根元で両方ともカットしちゃいます。じゃーん、できました。これを整えましょう。はい、じゃじゃーん、できました。怒りモチーフ。ここ、尖らせようか迷ったんですが、まあ、これぐらいが私は好きなので、尖らせずに作ってみました。これは、引き抜き編みで作ってるので、ほにゃほにゃです。なので、ペタッと貼って、この前紹介したような、こういうボンドで、服だったりとかカバンだったりにペタッと貼ればあの形が変わることはないんですけども、ストラップだったりそういうものにしたい場合は2個作ってボンドでくっつけるとか、ボンドを水に薄めてこうビチャビチャっとさせて固まらせるようなことをするといいと思います。ちょっと変形しちゃうのでこんな感じで今回は怒りモチーフの編み方を紹介しました。よかったら皆さんもたくさん作って夏の小物に使ってみてください。それではみーたんぐでした。さようなら。じゃあね。バイバイ。